今まではですね、そのある一人の絶対的、権力者なり絶対的な人がこうトップダウンしていろんな文化やいろんな政治や経済も含めてそういったものが降りてきたと思うんですけども、時代は移り変わってこの草の根、グラスルーツから湧き出てって本物になっていくものっていうのが結構増えてきてると思うんですね。そういう意味ではストリートから出た、ファッションだとかストリートから出たカルチャーっていうのは本当にみんなのもの、みんなが作り上げたものという意味ではすごく強いと思うんですよね。6% ドキドキはですね、1995年に浦原宿のエリアで誕生したんですけども、それまで僕は現代美術や演劇というものをやってまして、それだけじゃなくてもっと外の世界に広げたいなと思って、長い展覧会や長い公演をやってるようなつもりで始めたのが 6% ドキドキというお店なんですね。もうこの原宿っていう土地以外は僕の中で考えられなかったんですけども、それはもう10代の頃からずっと、竹の子族だったりバンドブームだったりずっと歩行者天国でいろんなパフォーマンスが行われてたわけですね。それを憧れて僕はこう見に行ったり、やっぱり憧れの土地の原宿というのがあるので、僕がお店を出すのは原宿以外と考えられなかったですね。最初の頃はですね、僕がクラブとかレイブが大好きだったんで、そこに行くような身につけていくようなアクセサリーや着ていく洋服みたいなのを中心にこう置いてたんですけども、それも相まってやっぱりクラブに通うようなクラバーだとか、レイバーだとか、ドラッグクイーンとかそういった人たちが結構最初の頃集まってお店を盛り上げてくれてましたね。最初はずっと原宿でやってたわけなんですけども、2004年5年ぐらいにマイスペースやフェイスブックみたいな SNS が、できたわけですね。でそれまでもいろんな国からこうメールで、フランス語だったり英語だったりメールがいっぱい来てたんですよ。でなんかどうやら外国で何か原宿みたいなものが盛り上がってるぞと思ってたんですけども、それまではメールだけだったのでよくわからなかったんですね。 でも SNS の登場によって、メール来た相手はどんな人かっていうのがこう見れるわけです。そのことによって、あ、こんな原宿みたいなファッションしてる子たちが海外にもいるんだと。で全然原宿とは違ったんですけども、でも頑張って原宿っぽいファッションをしようとしてる人たちがどうやら海外にもいるぞということで、なんかこの原宿から生まれたオリジナリティというかクリエイティビティがどうやら海外に必要とされてるぞって思った時から、自分は海外に発信していきたいなっていうのが、出てきましたね。この日本から生まれた、クリエイティビティがですよ、この世界中の人たちがすごいと思ってリスペクトしてくれて、原宿をこう自分たちで体現しようとしてくれてるのはすごく嬉しくて、なんか今までの日本だと、海外のものがすごくてみんな海外のものをこう取り入れて自分たちがアレンジしてた立場が全く逆転したわけですよね。これってやっぱり、日本の歴史上結構すごいことで、また日本のこういったオリジナルから、ストリートから生まれたカルチャーがこうやって世界にイニシアチブを取るということはかなりすごいことだなと思うので、僕はこれをもっともっと膨らまして、日本の、誇れる文化として発信できるようにまで育てていきたいなと思います。キャリーちゃんも、6% ドキドキの結構足げに通ってきてくれるお客さんだったんですね。で彼女がデビューするっていうので、彼女からどうせデビューするんだったらやっぱりセバスと、6% ドキドキの世界観でデビューしたいと言われたので、僕ができることを、彼女の PV の中で、提供したと。でもあの PV は、監督がこう部屋を作ってくださいっていう指示があったんですね。その中でじゃあ僕が何ができるかっていうことで、お部屋の中でこう表現したわけですね。原宿を表現したわけですね。ファッションの力っていうのはすごく大きいと思うんですけど、このキャリーちゃんが入ったことによって
そのファッションと音楽が融合した時の爆発的な拡散力っていうのはすごいなと思いましたね。それはどういうことかっていうと、やっぱりそういったミュージックビデオだったり、そういった音楽っていうのは割とネットに乗って結構拡散のスピードが速いんですね。今までファッションっていうのはやっぱその物を手に入れないと始まらないっていうのがあって、ちょっとスピードが遅かったんですけども、そういう意味では僕が頑張って集めても1000人ぐらいの規模だったんですが、まあ、彼女の存在とあと音楽っていうものが結びついたことによって何万人規模、何十万人規模の、規模に膨れ上がったっていうのがあって、なんかうまいバトンタッチというかうまい化学反応が起きたなっていうのは実感してます。はい、このムック本はですね、まあ、とにかく 6% ドキドキの18年の歴史がぎっしり詰まっていて、まあ、僕にとってはちょっと今となっては恥ずかしいみたいな、例えて言うなら漫画家の初期の作品を見せるようなところまで入った本ですね。ただ僕が今回本当に気をつけたのは、時代を作っていった女の子たちの歴史でもある、で時代を作っていった原宿のその時代時代の、全部歴史でもある、そういったものを 6% ドキドキという そこにずっと存在し続けたお店での観点から視点から見ることによって、このガールズカルチャーや原宿カルチャーっていうのを、紐解いてほしい。そこが一番のポイントですね。まあ、日本語だけじゃなくバイリンガルで作ろうと思った理由は、今全世界がこの原宿というものに注目している中で、みんな言葉を求めていると思うんですよね。その中でちょっとでもヒントになってくれればいいなと思って、なるべくこうバイリンガルで訳すことによって、まあ、全世界の皆さんが共有できるようなもの、それを作りたかったんです。こんなことを言うとあれなんですけど、 6% ドキドキってあと数年だと思うんですよ、実は。はい、それはなぜかっていうと、長く続けるためにお店をやっているのではなくて、6% ドキドキがあることによって原宿というものが、もっと価値が上がる、そういうことを目指しているので、もしかして 6% ドキドキが必要となくなることが結構目標なのかもしれない。とにかく、まあ、インターネットとかそういった家にこもって、まあ、いろいろこう妄想だけじゃなくて、とにかく街へ出てきていろんなことを感じて刺激を受けて、それを自分にこうフィードバックさせて自分なりのオリジナルを作ってほしい。そこができる場所が原宿、そして 6% ドキドキの、その存在意義だと思っているので、ぜひ原宿に遊びに来てください。はい。